パルパルパル。わー、論語始まるよ。皆さんこんにちは、今回はこれでいきます。何でも分かりやすくすることは高いレベルを捨てること。これは大切なことなんですけども、論語の中で言ってることはね、ちょっと難しいんですけどね。これを仰げばいよいよ高く、これを切ればいよいよ形っていうのね。仰ぐっていうのは見上げること、ここまで山で登ったんだけども、上を見たらまだこんなにあった、こういうことです。だからこれを切ればいよいよ形っていうのはね、この切るっていうのは切りで穴を開けることです。で、穴を開けてぐじゅ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 穴を開けると、すぐ開けてスボーンって入っちゃうときと、なかなか開かないときってありますよね。で、開かないときは、なんか引っかかったなって言って、硬いところって、分かるでしょ。そういうこと言ってるんです。もっと簡単に言うと、山でどん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 高いところ、高いところに上がってくると、そこの高いところの景色が見えるってことなんです。で、硬いところを切る、どん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 切っていくと、そこで初めて分かる硬さっていうのがあるってことなんです、これ。で、それをちょっと違う言葉で言うとね、会社かなんかで若い人を育てるときとか、あるいはちっちゃい子、家庭の中でね、子供を育てるときっていうのは、分かりやすく分かりやすく、順番に順番に教えましょうってよく言うじゃないですか。で、これは、基礎的なのはそうなんです。ちっちゃい子は当然そうです。だけれども、分けなきゃいけないのはね、大人になってからも分かりやすく分かりやすく教えてしまったらどうなるかってことなんです。そうすると、バカにされますよ。そんなとこは知ってるよってね。で、その大人が過ぎて今度は老人になってくると、また分かりやすく分かりやすくってことなんです。で、老人の人が、壮年のこと、中年のことを批判すると、もっと分かりやすく言えよっていうようなことになります。でもこれはもう無視していいんですけども、若い子を育てるママさんなんかが、若い子っていうのはね、中学生、高校生、大学生のあたりで人によって違うんですよ。で、その違う時に簡単なことばっかり教えてしまったらどうなるかってことなんです。これはね、考えもんですよ。やっぱり大きくなったらば、少しわからないことを教えなきゃダメですよ。簡単にわかるからいいんだっていうとね、簡単にわかるっていうのはね、これはとても受け入れられますよね。これ歓迎されます。分かりやすい分かりやすいっていうのは、分かりやすいっていうのはイコールこういうことですよ。考えなくなることです。これは分かりやすいのが進めば進むほど、あるいは使いやすさ、器具の、それが進めば進むほど考えなくなります。もちろんね、掃除機でやるとか、コンピューターとかっていうのはね、分かりやすく伝えなきゃこれ困っちゃいますけども、壊れちゃいますからね。だけどもね、人間っていうのは思考っていうのがありますから、考えさせるためには分かりやすく言ってはいけないってことですから。例えばね、時間がかかって困っちゃう困っちゃうってことをよく言うでしょ。だから分かりやすく言える人を探そうとか言いますよね。いいんです、困っても。その時考え続けますから。名講義ってよく言われるのはありますけど、決してこれじゃないですよ。名講義って言われたことを1週間ぐらい頭の中で引っかかることです。あれ何なんだろうな、何なんだろうかなって言った時に、何かの他のことを聞いたり、他の会話の中で、あ、このことかっていうようなことが分かることです。これが名講義って言うんです。もちろんこれは何歳の頃出てくるか分かんないですよ。高校過ぎてからかもしれないし、でも中には中学校の時にもそれは生じる時があるんです。でもそれは分からせないと頭良くなるんですよ。伸びてこないです。だからなんか変だな、なんか困ったなっていうのはモヤモヤって感じあるじゃないですか。あの人嫌だな、嫌だなっていう時に、やだな、なんねっていうんじゃなくて、その時に嫌悪感とか、そういった言葉で言ってあげちゃうとかね、二次熟語にすると難しくなるでしょう。例えばね、やったーって言うじゃないですか。
やったっていうのはすぐ出てくる言葉ですよね。だけどもそれを充実とか達成とかいう言葉で翻訳してやる、言い換えてやると、これが考えることになります。それを自分でできるようになるっていうことです。これがレベルが高まるっていうことなんですよ。これはあの子供を教えることだけじゃなくてね、かっこいいなんつってもね、かっこいいだけで小学生中学生はいいですよ。大人になってもかっこいいかっこいいかっこいいなんてちょっと鈍いですよ。それはね、華麗なのか、それがね重厚なのか、勝者なのか、さっぱりしてるのか、単純なのかっていうね、そういう言い方ってあるじゃないですか。そういうところを使い分けられるかどうか、これなんです。であの子供には特にね、まだ行き着けないようなところを見せてやったり匂わせてやったりするっていうことね、行き着けさせちゃダメなんですよ。行き着けないところを見せてやったり匂わせてやったり感じ取らせてやったりするっていうことすごく重要なんですから。それからあの、だから作文とか話し方の本でノウハウ本ってあるじゃないですか。あれが全く使えないっていうのはそういうことなんです。売れるんですけど買う人がいるから、だけどその人じゃ絶対高まりません。もう家で見なくなりますからね。そういう境地っていうのをね、匂わせてやるっていうのが一番重要なんですね。だからあの高いレベルにしたかったら、高いレベルの人に接し続けさせることです。接し続けさせることということは、国宝をずっと見せることです。国宝級のことをね、そうするとその人の目っていうのは高まります。それからあの合格であるとか完成であるとかってするじゃないですか。でそうした時に合格したり完成したりした時の気持ちっていうのを初めて分かるでしょ。それは合格しなければ分からない境地なんです。その時に初めて見えるものっていうのが違ったものが見えてくるんです。見えるものっていうのは違ったものを見せたいのだったらば、引っ張り上げる、考えさせなきゃダメです。それは言葉で分かりやすくしたんでは決して上にはいかないってことですね。あのじゃあどうしたら一番上達したり、高まってくるのか、これはね、簡単に言っても感動なんですけども、えっはっと思わせることですよね。そういう瞬間を続けてやることです。これは言葉で分かりやすくすることじゃないです。何かの現場ですね。オリンピックの優勝でもいいですよ。すげえなーと思うような機械とかおもちゃでもいいですよ。そういうものを見させてやってる。でその時は決められた時間に勉強するってことはなくなりますよ。だから頭のいい子とか優秀な人っていうのは、決められたことをコツ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 やり続ける人では決してないですね。やらせってみんながやってる時に違うことを、別のことをずっとやってることですよ。こだわっちゃってね。そういう子っていうのがいつまでも考えて、あるいは、作業し続けるっていうことですね。そういうことが、高みに上るってことですね。高いレベル。だから何でもかんでも分かりやすくするってことは、高いレベルを捨てることになりますから、これ注意した方がいいですね。とにかく子育てとかそういうことが終わっちゃった人は、言ってやってもいいですね。言ってやった時に、こういうことなんだよっていうね、高みを見せることの例を挙げてあげるのが一番いいんですけど、なかなか分かんないですね。お母さんたち一生懸命だから、一生懸命でやろうとしちゃうんですけれども、決してそれはいいことではないっていうね。飛び越さなきゃダメです。何かを飛び越して、上のことをポーンと伝えてあげないと、なんでだろうかなって考えなくなるんじゃないですね。これ考え、だから考えるようにするってことですよね。これを、やってやって、これ辛いですよ。我慢して、身を引いてなきゃなんですからね。大体の子はそういうようなことで上がってきます。自分で考えるということですね。あんまり簡単に分かりやすくしちゃいけませんということです。本日は以上です。